おはようございます、俊也です。新しいフロントバンパーを買いました。メーカーはユーロで合ってんのかな。英語ができないからなんて読むか分かんない、このメーカーのフロントバンパーです。今届いたばっかでまだ傷の確認とかも何もやってないんですよ。とりあえず開けてちゃんとバンパー割れてないかとか、形がおかしなところないかとかチェックします。輸送中にバンパー割れちゃったとかね、違う車種のバンパーが届いたとかもあるからね、こういうちゃんと確認は大事ですね。割れてはいないけど、割れたりとか破損とかはないけど、作りがあんま良くないな正直言って作り良くないな。こんな感じ、なんていうんですか、合わせ目とかの処理がすごい雑あんまり動画で言うのもなんかなと思うけど、仕方ないね。これが届いたんだから動画にするしかないよね。うわー、バンパーうねってるマジで。これ直すの、反対側こんな感じ、ちょっとひどいな。バンパーの上側、このボンネットがつく方とかも、わかります？これバリがすごい、これ出ちゃってこんな1ミリぐらいあるよ、この段差。指で触ってわかるとかそういうレベルじゃない、もうなんかすごい壁がある全部削んなきゃダメじゃん。裏側は、裏側はまあまあ平気そうか。あ、でも樹脂の厚みがあんまり均一じゃないな。ここすごい薄くてペラッペラ。そうかと思えばめちゃくちゃ分厚くてこう丈夫な部分もあるし、これ樹脂も貼り直さなきゃダメかも。多分この辺薄くて強度ないですね。コアサポートとかに乗っかる取り付け部分も薄いな、薄いな。大丈夫はないぞこの厚さ。これで取り付けたらバンパーの重さで多分これがね、こうバキッとこう引っ張られるんですよね。なここ強度欲しいな、特にここ、この折れ目、こういうところは貼り直しして少し強度持たせないとダメかも。フェンダーの耳の部分は割としっかりしてるかな。おお、これは結構手間がかかりそうだ。取り付け用の穴位置は一応毛がいてはあるけど、あんまり信用ならないかな。現物合わせでちゃんと開けた方が良さそうな感じがするな。まあそもそも FRP ちょっと貼り直して形合わせなきゃいけないしな。まあそんな感じのバンパーですね。やばいよ。この青いバンパーもそんな出来良くないんですよ。ほんと塗ってただ取り付けただけみたいな感じだから、チリ合わなかったのは知ってたんですけど、それでこのバンパーこんな感じ。このぐらいね。段差の感じとかね。反対側こんな感じね。このバンパーも出来良くないと思ってて、この感じですからね。そうだ。まず、まあ、大体の位置でこのバンパーを合わせるじゃないですか。穴位置、コアサポートのところの穴位置はまあまあ、うん、ちょうど良さそうなところにはあるけど、ヘッドライトのところがなんとなく合うようにするとこっち側はこんだけずれますね。で、左側に今合わせたんですけど、右側はこう。ここ当たってるね。で、こっちは足りてないね。えぐいね。これやばいよ。マジでやばいよ。
やっぱ安いエアロってダメだね。今回どうしてもこのバンパーが良かったんですって。 FD の後期純正ルックで、なおかつナンバープレートの取り付けベースがない。そう、純正だとここに取り付けベースがあってなんか豚っ鼻みたいに見えるから嫌だって言って、どうしてもこのバンパーが良かったんですって。だから安いとかそういうので選んでないです。今回完全にこの見た目形状で選んだんですけど、やっぱ安いバンパーダメだね。もうちょっと値段高くていいから、その分作りしっかりしてほしかったな。ちょっとやそっと手直ししただけじゃこれ収まらない。相当形作り変える勢いで直していかないと、相当やり込まないとこれ収集がつかなくなっちゃう。フロントバンパーが来たんですよ。ご要望通り純正ルックの車外バンパー。いい感じじゃん。全然良くない。ちょっとよく見てみ、近くで。どういうこと？釣りがあったら、うん、無理くり合う。こっちは合わない。だ今どのぐらいで合わせた？ここだけ合わせた。ここだ。あ、そのここだけ。ここだけ。こう合わせるとこっちずれる。さっきこっち傷に出る。ここをじゃあこう持ち上げようか。そっち見て。だってこれもう押さえつけてないから合わない。今同じだけでこっち押さえるよ。うん、そっち合わせてみ。いや無理。いや無理でしょ。合わないでしょこれ。これが良くないのか、これが曲がってるのか、もうボディが曲がってるのかが分かんないから、これ合わせたの。うん、青いバンパー、はいはい、こっちもさそんな出来良くないの、青いのも。言うてこれだってね、見た目それなりな感じじゃん。そうだ。まだ合うよね。出来は悪いけど、うん、無理って感じはしない。無理って感じはしないよね、この青いパンパン、ね、まだなんとかなる。チリは合わないけど、ボルトで無理くり矯正はできそうな感じだよね、うん、できそう。そっちできなさそうじゃん。そっちしたら割れんじゃないかな。裏こうやって見る分には普通なんだけどな。あ、ちなみにこの角っことか、うん、これ見てこれ、うん。反対側。ああ。ここ触ってみ。何？これ。どうしたの？これ。制作途中ですかって感じ。めくれ上がったの？違う、接着剤でしょ。ここ一回で出せないから、こっちの側とこっちの側をくっつけてんだよ、接着剤で。あ、そういう、その盛り上がりがここにいるってこと？そうそうそう、ツーピース構造というか。ああ、分かる分かる。ここの部分とこっち側をくっつけるための接着剤は普通つら合わせるもんじゃない。びっくりしちゃうよね。どうしようかこれ。直すっきゃないんだよね。ちょっと出てるとかじゃないよ。これ1週間かかっても終わるかな。いや適当やれば1週間もかからずに終わるけどさ、うん、うん、超適当やれば多分2日ぐらいで板金終わらせるけど、うん、それじゃあ意味ないもんな。ガチでやったら1週間かかりそう。表面も結構うねうねしてるもんね。そんなに寸法違うのこれ左右だってさ、ん、こっち当たってないのにそっちが当たるってことは、ここの長さが違うとかっていう話じゃん。ざっと84。超適当な測り方。86、2ミリぐらいやっぱ違うね。うん、2ミリってでかいね。でもさ、この接着剤がさ、そもそもさ適当にモリモリされてるからさ、それは違うよね。1ミリの誤差は当たり前に出てくるよ。その差だけでも。ここの削り込んでヘッドライトのところがはまるようにしないといけないじゃん。そうだね、干渉しないもん。で、初めてフェンダーにバンパーが収まるようになるわけじゃん。うんうんうん、
板金修理じゃなくてもう造形修理ですね。作り出し、形を作り直さなきゃいけない。でも形いいんだよな、ルックスいいんだよな。悪くないでしょ。いや純正いいわやっぱ。でしかも豚っ鼻になってないのいいわ。でしょ。ああこのヘッドライトのところの切り込み、こうやって目視で見比べただけでも全然違う。ライトのこの削り込み具合が。てかこれ左右で見比べてもだいぶ違う。この R のところと、ね、あ左右でも違うね。 R の付き方がね、こっち浅すぎる。これ値段いくらぐらいって言ってっけ。これ新品で定価がね12-13万なんだよね。ただ特売とか在庫限りの処分みたいなので、うんうん、6万円かそのぐらい、送料入れて7万円ぐらいだった。あ、分かった。寸法測るんだったら青いのと黒いのの寸法測ればいいんじゃん。外外で大体だけど1770ちょうど。1740ちょうど。3センチ、30ミリ違う。30ミリ、30ミリ、これだよこれ。第一関節一つ分。それ合うわけない。それは合わねえわ。ここを引っ込めたいわけじゃん、3センチ。でここをこうしようとすると、ここが映るかな、こう下。ここがねペコペコ、ほらやっぱテンションかかっちゃってるから、ここをまずここ切り落として、これをこっちにやって、ここまた作り直してみたいな、そういうことをやらなきゃいけないよね。でなおかつここもあれでしょ、テンションかかってるでしょ、この落とし込もうとすると。純正買って豚っ鼻だけ直す。いやどっちでもいいよ、正直。深夜のやりいい方で。これ直す人件費と仕上がりを考えたら純正バンパーを直した方が安く済むかもしれない。人件費も含めればね。ああ確かにね。ああ桁違いにこれ時間かかるね。これ時間かかる。1週間で終わっかな。終わるか。いやあとこれからこの横側作り替えて、ヘッドライト周りから全部作り替えて、純正バンパー PP だけどここだけでしょ、ここだけくり抜いて PP で修理できなくはないな。そっちの方が綺麗にいくかな、チリの合い具合とか。ショックがでかいというか、なんというか出来が悪いというか。とりあえず純正バンパー探そう。そうだね。